皆さんこんにちは、ウォッチ買取応援団です。本日はカルティエタンク MC W533-0003 の実機レビューをお送りしていきます。タンクの登場は1919年、3代目当主ルイ・カルティエによって生み出されたアールデコ時代を代表するモデル。デザイン潮流が曲線的なものから直線的なものへと変化していたまさに過渡期、より直線的でシンプルなものをというチャレンジから生まれた腕時計です。今回ご紹介するモデルはシリーズ中最も大ぶりでたくましい作りの MC というバリエーション。ブランドが考える究極の男らしさを表現したデザインにぜひ注目してご覧ください。それでは行ってみましょう。憧れの時計は遥かに遠く、ゆえに私たちはどこまでも男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。はい、では早速機能面から見ていきたいと思います。基本機能はセンターに自分身、6時位置にスモールセコンド、日付は3時位置に表示されます。防水性能は日常生活防水です。搭載されるムーブメントは自社製キャリバー 1904PS-MC。 モデル名にもついている MC という表記はマニファクチュールカルティエの略、自社一貫生産であることを示しています。もともとタンクというモデルはムーブメントは他社製のものを使っていました。それが完全自社製に切り替わったのがこのモデルが誕生した2013年からとなります。ドレス系の時計ではありますが、この MC に搭載される機械はスポーツモデルのように丈夫で力強い作りになっています。ゼンマイを2本積むツインバレルという構造。通常ゼンマイを複数積むのはパワーリザーブの延長のためなんですが、このモデルのパワーリザーブは48時間です。決して長くはありません。では何のためのツインバレルなのか。それはトルクを出し、より多くの機能を動かすため。このモデルの場合、機能は三振プラスデイトのみなんですが、積まれている機械は後にカスタムすることでクロノグラフやデイレイトなどにも変更できる、汎用機としての側面も持っているわけですね。続いて外装デザインです。ケースはステンレスチール製、サイズは 33.3mm 幅 9.5mm 厚。ケースの上下と側面との太さが変えられており、より真四角に見えるようデザインされております。しかし横から見た場合には一変、緩やかにカーブを描いており、単に直線的なだけでないことに気づかされます。ケースに沿って湾曲した風防ガラスも雰囲気抜群ですね。裏面もサファイアクリスタル製なので、マニファクチュールムーブメント覗き見ることができます。ベルトは片押し模様が施されたブラックレザー、カルティエウォッチの王道スタイルともいえるローマインデックスと相まって非常にエレガントな印象に。ビジネスシーンにおいても力強くあなたをサポートしてくれること間違いなし。四角形の時計の中では他社のものも含めて比較的大きめな設計です。しかしご覧の通り、決して服装を邪魔しないデザインはさすが王の時計商カルティエ。厚みも1センチ以下なので物理的に袖口を邪魔することもありません。独創的でありながら高級時計のまさに王道を捉えたスタイル。デザインだけでなくムーブメントもこだわりを持って作ってきた点、カルティエがこれからも時計に本気であることを感じさせてくれますね。以上、本日はカルティエタンク MC W533-0003 のご紹介でした。初代の登場から100年以上が経過した現在、多くのバリエーションが展開されるタンク、その中で最も男らしいモデルがこの MC であるというのはとても納得がいきます。時計好きの芯をしっかりと抑えた設計、ぜひ皆さんも実機にて体験してみてくださいね。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎日更新を目指して頑張っていますので、次回も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。それからツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。